皆さんいつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、切り口を変えてインターネットビジネス、主にアフィリエイトなんですけども、アフィリエイトって何なのかっていうところをお話しするんじゃなくって、じゃあアフィリエイトのインターネットビジネス報酬って誰が払ってるんですかっていうところに、焦点をですね変えてみようかと思います。インターネットビジネスってどっかからお金が生まれてきて、それをなんかみんなでむしり合ってるみたいなイメージがあるんですけども、そんな全然ないんですよ。インターネットビジネスっていうのは正当にちゃんとお仕事をした人と認められた人がお金を払う主体があるわけですよね。アフィリエーターとかインターネットビジネス、要するにパソコン自体でなんかビジネスで稼いでるぜっていう人でも、どんな人でもここからお金をもらってるんですよ。ここが厳選して超一流のかなりレベルの高い審査をくぐり抜けてお金を支払ってくれてるんですよ。じゃあそれがどこなのか、どこがそんなにアフィリエイトだとかインターネットビジネスなんてのにお金を出してるんやってことを知りたいと思うんですよ。もしちょっとインターネットビジネスに不信感を持っている方、この切り口でちょっと話を聞いてみてください。そしてインターネットビジネスをしているということで逆風にさらされている方は、これからお話しすることと同じようなことを皆さんにお伝えしていってください。これ後ろにいろいろ企業名が書いてあると思います。これイオングループね、天下のイオングループ皆さん知ってますよね。イオンタウンとかありますよね。セブンイレブン、もう全国1万4000店舗1万7000店舗と言われてますけども、もうセブンイレブンコンビニの王様です。楽天、証券会社から、物販から、楽一楽座、オープンマーケットいっぱい持ってます。三井住友、銀行グループ。銀行ですよね。有名なとこです。HIS、旅行者です。日清、通販のもう最大手。ジャパネット、高田、誰でも知ってますよね。で、アマゾン、世界のアマゾン。ソフトバンク、DHC、ゼクシー。青木、紳士服の青木です。シティ銀行、ナイキ、代官山コーヒー。マネックス、DMM 証券、まだまだあるんですけども、これ一体何をしている会社かと言いますと、アフィリエイトをやってる会社です。並みいる大手、一部上場企業から順番にインターネットビジネスにはもう何年も前から参加してきちっと利益を上げてるわけなんですよ。そしてインターネットビジネス参加してアフィリエイトをやってもらってるのが我々アフィリエーターなんですよね。こちらの会社から見てですよ。アフィリエーター、商品を実際に売ってくれてるのは僕らアフィリエーターとかインターネットビジネスに携わってる人なんですよ。むしろ我々です。我々の無名な個人がどこの会社にも入らずに属さずに、たった一人もしくは少人数でこの並みいる競合を取引先に持てるのがインターネットビジネスなんですよ。はっきり言ってインターネットビジネスに参加してない、アフィリエイトをやってないっていうのはもう地方の中小企業零細、利益が上がってない会社だけです。もしかしたらあなたのところかもしれません。もし行き詰まってるんだったら、もう心を開いてですね、インターネットビジネスをぜひですね、学んでみてください。アフィリエイトを試してみてください。それは明日から急に売り上げがドカーンって上がったり状況が改善するってことはありませんけども、きちんと学んでいけば、もう無名の20代のですね、もう若いの21、2でもちゃんと月収で何百万とか何千万とかボカーンと取っていけるわけなんですよ。なぜならここにある商品っていうのは年商で言ったら100億、200億、300億、500億みたいなところばっかりですよ。ここが扱ってる商品を使わせてもらって、この企業の信用という商品を、そしてサービスをですね、我々の名前ブランドがなくてもいいんですよ。こんなところの商品がありますよと、自分の媒体で数万人じゃないです、本当に数千人とか数百人お知らせすることで、商品が欲しい方買うじゃないですか。しかも店舗で売らないと、店舗の運営管理維持費ですとか人件費とか、もう店舗を作るコストもかかりません。在庫の費用もかかりません。最も安く顧客に販売できるのがアフィリエイト、インターネットビジネスなんですよ。こんなに優れた仕組みがあるのに、この仕組みに背を向けてインターネットビジネスに参入しない、アフィリエイトをやらない、それは自由、いいんですよ、いいんですけども、アフィリエイトやインターネットビジネス、その他のスキルで頑張って価値をきちんと作り出して、商品をお客様に届けて、お客さんに喜んでいただいて、メーカーにですね、販売者にですね、
流通を起こしているアフィリエーターを、まあ、足ざまに言うことはないのかなと思うんですよ。どっちかといえばもう一生懸命働いてるんだけども利益が上がらずに、まあ、ちょっと残念な会社状況になっているところ、こういうところに、まあ、無理してその仕事を続けるところもあるんですけども、そうではなくて突破口としてですね、じゃあそろそろこのインターネットビジネスアフィリエイトってもの、もしくは、まあ、Facebook や Twitter で広告拡散して経費をかけずになんとか自分たちの商品やサービスを広めていく方法はないだろうかという形で考えていくのはどうかなと思うんですよ。まあいろいろ考え方はあるんですけども、ビジネスをやってて利益が出ないっていうのは、まあ、少なくとも社会にとって、まあ、悪とまで言わないんですけども支持されてないということには間違いないと思うんですよね。でもちろん、まあ、僕がもう何もかも知ったかで何でもなかんでもやってるってことじゃないんですよ。ただ一生懸命やっていると、人こういうところの、まあ、依頼をいただいてきちんと仕事をしている人の足を引っ張ることはないのかなと思うんですよね。まあ一生懸命やってることはやってるんで、まあ、温かく見守ってあげてほしいなと思います。とにかくですね、我々もインターネットビジネスする人も、元がなければやってないわけなんですよ。こういうのを売ってくださいねっていうふうに依頼が来るからやるわけなんですよ。もしくは商品や素材を取りに行ってるわけなんですよ。で、我々個人で活動しますから、そして成功報酬 100% 成功報酬なんで固定費はもらってないわけですよ。何かが売れたらその一部を紹介料でもらうと、要するに広告をやってるわけなんですよね。で、広告を貼り付ける媒体がただ単にテレビや雑誌じゃなくて自分のブログとか Facebook だったり Twitter だったりしてるというだけなんですよね。本当にちっちゃいメディアですよ。ですから我々はたくさんの人と知り合って、たくさんの人と仲良くなって、たくさんの人にいろんな共感を、いただいてですね、そしていろんな人を応援して、自分のサイトやブログの方に訪れていただいて、その中の広告を見てもらいたいということなんですよね。もちろんコンテンツの中身もきちんと工夫していきます。どんないいものをお伝えするかっていうのは自分たちのメディアに寄ってくるわけなんですよ。その辺をですね、どういうふうに書いたら顧客の心に刺さっていくのかというのをやるのがインターネットビジネススクールなんです。広島にお住まいの方は、袋町こちらの方にですね、毎日塾をやってますんで、とりあえず足を向けていただいたらもっともっと細かく分かることをお伝えしようかと思います。もうすでにですね、即価塾の受講生さんは10名以上が独立起業、そして自分の塾ですとか、セミナーですとか、それから自分のスキルを生かして自己収益もしくはコンサルを始めております。規模はまだまだ小さいんですけども、まず何かを第一歩をやってみるってところに対しましては、まあ、いろんな人を応援できているのかなと思いますね。次はですね、あなたが受講されて、どんなものか試してみてなと思います。絶対に結果を出させます。ぜひ、広島の即価塾の方へお越しください。